長谷川町子1月30日から1992年5月27日は日本の漫画家。日本初の女性プロ漫画家として知られる。代表作に、サザエさん、イジ、ワルバーさん、エプロンおばさんなど、佐賀県大木郡東高村で、父、結吉と母、サダ子との間の三人姉妹の次女として生まれる。 実際は、姉との間に応接した二番目の姉がおり、戸籍上は三女になる。宅で、かつて創業していた、三菱炭鉱の技師であった雄吉が独立し、ワイヤーロープの事業開業に伴い幼少時に、福、岡市春吉に転居し春吉尋常小学校に、小学1年生から通った。二、三歳の頃から絵を描かせると上機嫌で、小学校の頃から、 絵はズバ抜けて、うまく描いた。春吉尋常小学校を卒業。旧制福岡県立福岡高等女学校2年生の1933年まで、福岡で育った。この年父、結吉が病死。早くに亡くした父への町子の思い入れは深く、とてもハンサムで、素敵な紳士だったと語っている。小煩悩で短気でもあり、娘たちは、 短期を受け継いでしまったとも町子は描いている。父の死去に伴い1934年14歳の時に一家揃って上京する山脇高等女学校に転校。15歳でデビューを果たした天才少女、長谷川町子、田川水宝の弟子になりたいという町子の独り言に姉と母は本走。山脇工女在学中に 田川水宝に支持する。その後、田川の引き立てにより、少女クラブ1935年10月号に、掲載された見開き2ページの、タヌキの面で、漫画家デビューする。天才少女と題したグラビアも同時に掲載された。内弟子として、田川家で生活するが、ホームシックから11ヶ月で出戻る1939年に、初連載作品となった。 ヒーフーミオちゃんで、女性漫画家としての地位を確立する。1940年からは、三人の女学生を描いた、仲良し手帳という人気連載を持っていた。空襲からの疎開と徴用回避のため、長野県作軍におき児童の絵の教師を務める、話が一旦まとまったが、福岡の知人の勧めにより、1944年3月に、福岡市百道に、 長谷川一家は疎開し、町子は西日本新聞社に絵画部の光悦係として勤務する。昼出勤、四時退社という楽な仕事であり、残りの時間は畑仕事に危機として打ち込んでいた。福岡転居後は終戦直後の1945年9月に西日本新聞社発行の雑誌に読み切り6コマ漫画、さあ、頑張らうを掲載するまで漫画作品を、 発表していない。西日本新聞従業員として、博多湾の見える丘で記事のためのスケッチをしていたところ、憲兵にスパイ容疑で逮捕される事件があった。長谷川がスケッチした方向に軍用基地があり、スパイと疑われたためである。関係者の奔走により長谷川は釈放された。1945年には、買い出し中に、 米軍艦載機の機銃装車から逃れたり、6月の福岡大空襲で、焼夷弾が長谷川家に着弾し消防員に叩き消して、もらったりなどの戦争体験をしている。徴用回避の必要がなくなった終戦の翌日、現金があっても何も売ってないからと、西日本新聞社を退職した。1946年4月22日、西日本新聞の漁師として、 福日新聞社から送還された夕刊福日で連載漫画の依頼が舞い込み引き受けた。自宅の近所である桃寺海岸付近を妹と散歩をして海辺の風景を眺めている時に登場人物に海にちなんだ名前をつけてサザエさんの家族構成や名前を思いついた。明るく陽気ないその家の日常を描いたサザエさんは人気を博した。当初は本人は アルバイトのつもりでやっていたと語っている。在京有名出版社からマッチこと、姉、マリコへの仕事のオファーがあったため、サザエさんは8月22日に、サザエの結婚で一旦打ち切りとして、同年の暮れに一家揃って上京する。当時東京都への転入は、食料事情悪化のため厳しく制限されていたが、西日本新聞の記者という名目で許された。上京直前、 母親の貞子が、福岡の家を売った資金で、サザエさんを出版なさいとマリコとマチコに命じる。1946年12月に出版社、姉妹社を設立。翌年の1947年1月1日、サザエさん第1巻を出版する。1947年1月3日、夕刊福日へのサザエさん連載を再開している。 連載を再開する際、打ち切り直前に登場させた、マスオの顔を作者本人が忘れていて、西日本新聞社東京市局まで行き確認している。さらに夕刊福日以外の地方誌にも、同時掲載されるようになる。第一巻は、初版2万部を、日本出版配給に持ち込むとすべて引き取ってくれたため、マリコは、重版をかけさらに2万部を吸った。 しかし、B5 班の横閉じという第1巻の形状が、書店の店頭に並べにくいとの理由により、大量返品を受け、長谷川家は日配から戻された第1巻の在庫に、占拠される事態となった。しかし、母の貞子が、形状が不評なのだから、次は、B6 版で出せば良いと励まし、知り合いの出版関係者から、新たに借り入れた資金で、サザエさん第2巻を出版。 これが1ヶ月に17万部も売れるベストセラーになる。B5 版の第1巻も書店から引き合いが来るようになり、自宅を埋めていた返本はすべて引き取られた。以降、サザエさんの第1巻は B6 版に改訂されて再出版され、姉妹社で全68巻が刊行された。1948年11月21日より、サザエさんの 連載先を新友館に移すと、作者の引っ越しをなぞるように、磯野家も東京に引っ越した。1949年、朝日新聞社が創刊した、夕刊朝日新聞に、サザエさんの連載の場を移すが、これを機に、週刊朝日に連載していた、似たもの一家を打ち切る。1951年から、ブロンディの後を受けて、朝日新聞の長官を飾り、 新聞4コマ漫画の第一人者となる。この頃になると、ファンレターも来るようになり、励みになったという。同漫画は後に何度か、中断期間を挟みつつ1974年まで連載された。異通や風による救済は、しばしばあったが、1960年には、漫画家廃業を宣言し、1年近く断筆した。 漫画公案に苦悶する町子を見かねていた家族は、廃業に強く賛成する。朝日新聞社に、マリコを通じて、連載終了を申し出るが、広江岡智夫編集局長は、辞めるなんてよしましょう。ゆっくり休みなさい。と、救済扱いとする。約半年後に、長谷川の心境が変わった後に、朝日新聞社から打診があり、連載を再開している。 ヒューマニズムに飽きていた長谷川は、1966年から、ブラックユーモア路線の、イジ、ワルバーさんの連載を開始する。善良なキャラクターの作品と違い、イジ、ワルバーさんは、自分の血のままでいいから気楽に描けるという。1967年、47歳の時に、異潰瘍になり、胃の5分の4を摘出した。実際は、胃潰瘍でなく胃がんであったが、 妹、洋子の夫が癌で溶接していることを知っていた。町子は、癌になったら、自殺すると周囲に述べていたため、家族は、異界うで貫き通した。異岸だった事実は町子に生涯知らされることはなかった。これを機に、家族は、漫画執筆をやめさせようとするが、主治医の中山つねあきに説有され、しぶしぶ執筆協力を再開する。 1970年に知的財産権に関する先駆的行動として作者に無断でキャラクターを使用していた立川バスを提訴し、勝訴1974年2月22日付でサザエさんを3年間の救済とするが、その後再開されることはなかった。1978年、サザエさん打ち明け話を朝日新聞日曜版に連載。 翌1979年には、単行本として姉妹医者から出版されるとともに、これを原作とし、姉、マリコを主役として、NHK の朝の連続ドラマ、まあ姉ちゃんが放送された。姉を、熊谷真美、み、町子を、田中優子が演じて、田中が注目されるきっかけとなった。1982年11月、支持報奨受賞。この時のインタビューで、 新作発表の質問に対し、もう漫画を描くつもりはないと答えている。それでもエッセイ風の漫画を時折発表することもあり1987年3月22日の朝日新聞に掲載されたサザエさん旅歩きが最後の作品となった。1990年4月、君四等奉還賞を受賞。 1992年5月27日、死去。去年73。当時の報道では、自宅の高窓を閉めようとして、机から落ち全身を打撲、打撲の痛みで体調を崩し、通院治療を受けていたが、徐々に路列が回らなくなり、食欲がなくなるなど衰弱した末、死去の前日にはほとんど食事を取らず、翌朝までに息を引き取っていたという。 長谷川町子思い出記念館の年表によれば死は冠動脈硬化症による心不全。また、長谷川陽子の自伝、サザエさんの東京物語によれば死の一週間前に脳血腫の診断を受けており、往診に大病院での入院手術を指示されるも、町子自身が治療を拒否したので、本人の意思を尊重したとマリ子がマスメディア上で述べている。 遺言により葬儀は肉親のみの密葬で済ませ、訃報は1ヶ月間公表されなかった。告別式は行われず、弔問、教化などもマリコは誇示した。訃報は1ヶ月後の6月末に、朝日新聞社と富士テレビの両社から公表された。富士テレビでは、公表後最も早い放送である、火曜日の、サザエさん再放送のラストで、ブルーバックのテロップで、 哀悼の意を表し、かつ、個人の意志で、今後も放送を続ける旨を伝えた。同年7月28日、家族漫画を通じ戦後の日本社会に、潤いと安らぎを与えたとして、国民栄誉賞が授与された。他に、第8回文芸春秋漫画賞、第20回日本漫画家協会賞を受賞。1993年5月、 町子の死とマリ子の恒例などの理由により姉妹者は解散となり、これまでの単行本はすべて絶版となった。多摩霊園にある長谷川家の墓小学校時代は、悪道という言葉がよく似合う安泊な少女であった。後に町子は、自身の小学校時代を振り返って、今で言えば、いじめっ子よね。 私に殴られなかった友達、クラスに一人もいないのじゃないかなと、妹の陽子に語っている。また、小学校時代は、クラス替えがなく、担任の先生も6年間変わらなかったので、まるで一家族のような組だったという。授業中の町子はよく先生の似顔絵を描いており、それを見つけた、松本義和先生にチョークを投げつけられ、罰として廊下に立たされたことがある。 しかし、マチコはそれを逆手にとって、松本先生の癖などを漫画にし、その漫画を急流に授業中回していた。また、掃除時間になるとマチコは、掃除を怠けて、男子とチャンバラごっこをして、遊んだりしていたが、ある日、友人の女子生徒が、男子に泣かされたりした時には、義を見てせざる俳優、泣きなりと言って、その男子を、校舎の屋上に連れ出してやっつけていたという。 得意科目は図画と作文。悪道であったが成績は良かったので、男子生徒と交代で球長を務めていたが、自習時間に監督を任されると定義を持って、教室を歩き回り、気に食わない男子の頭を片っ端から叩いて歩いていた。当然、特組合の大乱闘になることも珍しくなかったが、それでも喧嘩には6年間の小学校生活を、 通して、一度も負けたことがなかったという。小学校卒業式の朝、マッチコは、友人の男子生徒と喧嘩した挙句、友人を、校庭の物置に閉じ込め、そのまま式に出た後家に帰ってしまい、卒業式終了後になって、ようやく友人は、学校の用務員に助けられてことなきを得た。それから約30年後のクラス会で、その友人と再会した際に言うまでもなく、 とがめられたというが、結果的にお友達の方がずっと大人で、笑い話にして水に流してくれたという。以来、マチコは数年おきのクラス会を大変楽しみにするようになり、急な仕事でクラス会に出席できなくなったことを憤慨した件が、サザエさんの数少ない作者登場会で描かれている。また、マチコは小学校時代の旧友にも、みんなようほどに、 私からいじめられた話ばかりするのよ。福岡へ帰ったら罪滅ぼししなけりゃと、のべにが笑いしていたというくだりがある。14歳の青年期に、地元の福岡から、東京の山脇高等女学校に編入した時は、博多弁がおかしいと笑われるなどして、友達が一人もできなかったという。その後、町子は徐々に人見知りになり、人付き合いや、 表舞台に顔を出すことが苦手になってしまう。仕事の依頼や作品の管理も姉のマリコが当たり、パーティーなどの類にもほとんど出席せず、連載を持っていた朝日新聞社や毎日新聞社にも数えるほどしか顔を出さなかった。亡くなる前年に文部大臣賞に選出され出席した時には、出席者たちが動く長谷川町子を、 初めて見たとどよめいたといういずはも残っている。東京での友人、知人は極端に少なかった一方で、福岡時代の旧友とは晩年まで交友が続き、旧友たちが集団状況してきたエピソードが、遺作、サザエさん旅歩きに描かれている。なお町子の地元の放送局 RKB 毎日、放送が、サザエさんふるさとへ帰るという番組を企画した際、 町子本人は出演拒否し、旧友に、あなたたち私の代わりに出てよ。いくら悪口言ってもいいからと言って、結局出演せず、小学校時代の旧友が出演した。当初は成功会のクリスちゃん。父の病気を機に、家族で入信した。母のような熱心な信徒ではなかった町子が、日曜日に里帰りする口実として、礼拝したいと言い出したところ、 タガ水宝夫妻に付き添われて、隣のメソジスト教会に通う羽目となった。後に付き添った夫妻の方が熱心なクリスチャンになった。戦後は母の影響から妹や母と共に無教会主義の集会に参加するようになり、集会で講義をしていた柳原忠夫と母が交友関係を持つようになった。柳原から、 海外探訪の誘いがあった時には異形のあまり反射的に断ってしまい、啓発の機会を逸したことを後に悔やんだ。柳原没後の1970年の対談では、自らの宗派を無教会派と答えている。長谷川は、以下の漫画作品以外にも、趣味で制作した絵画や、焼き物、陶器や、粘土在庫による人形等の作品もいくつか残している。 姉妹社の廃業後は、朝日新聞社に出版部門を、朝日新聞出版に文社で、長谷川町子全集が刊行した。また、戦中に、小学館の学習雑誌などに掲載された短編作品は、長谷川町子の漫画大会が、2016年に小学館で書籍化された。詳しくは、サザエさん映画を参照。長谷川町子もしくは、 長谷川町子をモデルとしたキャラクターを演じた人物、ありがとうございます。